まあ、簡単に言いますと、はい、私伊藤忠商事出身、彼がですね三菱商事出身というわけで、はい、商社チャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、商社チャンネルのあです。こちです。どうも皆さんこんにちは、はじめまして、本日からですねこちら、商社をテーマにした新しい YouTube チャンネルが立ち上がったわけですよ。まあ、簡単に言いますと、はい、私伊藤忠商事出身、彼がですね三菱商事出身というわけで、はい、まあ、商社出身のね我々が、まあ、商社の業界だったり、はい、まあ、世の中のね人たちに役に立つコンテンツをお届けしていけたらなと思っております。はい、仕事と遊びを味わい尽くす、そんなチャンネルになっておりますので、ぜひですね皆さんチャンネル登録、ベルマークのクリックをよろしくお願いします。はい、というわけでね、ここまではまあまあ前段なんですけど、はいはい、まあ、それぞれ何者かっていうところをちょっと詳しくね、この動画の中ではお伝えできればなと思ってますので、はい、早速私のパートナーであります、はい、ちょっとね、パートナーと言ってもらうの全然そういう関係性じゃないですね、はい、事業パートナー、事業パートナーはい、コジュさんの方から簡単に自己紹介の方よろしくお願いします。はい、僕は、コジュと言いまして、2015年に早稲田大学を卒業して、でそのまま三菱商事に入社しました。で三菱商事では、いわゆる情報システム部門、当時は IT 企画部っていう名前だったんですけど、そこでそこに配属されまして、まあ、なんかザ・商社っていうよりかはなんかちょっとイメージとは違う管理部門の中でも目立たない方みたいなところに配属されまして、大事な仕事ですよ。まあね、うん、で2年半ぐらいいて3年目の夏に辞めました。うん、なるほどね。じゃあ三菱商事入って上司室入って3年4ヶ月4年半ぐらい、はいはい、で辞めて今独立されてらっしゃる。そうです、1回転職して、うんうん、でそれはちょっとあんまうまくいかなくて8ヶ月ぐらいで辞めちゃって、で結果今独立して自分の会社をやってるという感じです。なるほどね。じゃあ、コジュの方から出てくるストーリーとしては、はい、どうやって三菱商事に入ったとか、はい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 、あるいはまあどういうふうに転職したかとか、そうだね、そのあたりも含めて、最後的にね、はい、独立に至った経緯、お話ができるプレイヤーというわけですよ。ありがとうございます。はい、はい、じゃ次はちょっと長さん、はい、教えてください。はい、ちょっと初めましての方多いかなと思いますので、伊藤忠商事出身の長と申します。はい、私はですね、神戸大学の経営学部出身でして、うん、これまた2015年4月に伊藤忠商事に入りました。はい、でまあ、配属部署としましては、本社の経理部ですね、はいはい、なので、まあ、数値周りを扱うプレイヤーだったんですけど、はい、まあ、ご存知の方いらっしゃるかわからないんですが、私、エクセルの使い方を教える別のチャンネルを持ってまして、そう、ユースフルチャンネル、はい、ユースフルチャンネル、まあ、番組名おさとエクセルというコンテンツを持ってます。うん、そちらの方は4万2000人ぐらいの登録者がいるんで、まあ、曲がりなりにもそれなりの規模感なんですが、そうですよ、とはいえ、まあ、私商社出身の者として、はい、このチャンネルの中ではですね、はい、まあ、どういうふうに就職ね、うまいこといったのかだったり、はい、あるいはまあその中でどういうような思い悩み抱えてきたのかみたいな話も、まあ、正直ベースでお話できればなと思っています。うん、別になんかこう煽るとか、うん、なんかこうネガティブな表現はあんまりしたくないので、うん、そうだね、まあ、本当に皆さんのね役に立つお話ができればと思ってこのチャンネル運営してまいります。はい、のでコジュさん、はい、何卒よろしくお願いいたします。商社チャンネル、まあ、次回の動画ではですね、うん、どこ話しましょうか。そうですね、いろんな話をしたいんですけど、まずはやっぱり商社に入りたいって人が意外と多いんじゃないかなというところで、うん、この辺の就活系からちょっと話していこうかなと。なるほど、わかりました。はい、じゃあ就活の、ね、情報を待ってらっしゃる視聴者の皆様、ぜひ次の動画もご覧ください。はい、というわけで本日はありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.